うわー、来た。あはは、いいコミュニケーションだ。コミュニケーション最高ですね。すごい。どうもおはようございます。どうもおはようございます。おはようございます。いやー、フィッシュアスにようこそでございます。すみません、朝早くから。いやいや、とんでもございません。ぜひともみんなに会ってあげてください。はい、ありがとうございます。はい、前に来ていただいた時からまたかなり変わりました。あ、本当ですか。まずこうなりました。あ、本当だ。高さのあるなんか桜台ちゃんシーソーになりました。はいはい、桜台ちゃんいかがですか。綺麗ですよね。はい、綺麗ですね。はい、学名桜丸刈り達也という、あの真珠のような美しい桜の魚っていうんですね。桜台ちゃんが10匹と、はい、長浜台ちゃんが1匹。あ、この子ちょっと細長い子ですね。はい、あとは一等台ちゃん。あ、一等台ちゃん。はい、あとは南金時ちゃんが後ろに、あの目の大きな子。この子ですね。はい、南金時ちゃん。あとはキツネダイちゃん、お顔がキツネちゃんのような長いお顔も可愛いですよね。はい、そしてシマシマがネギマキちゃん、唇が赤くて可愛いですね。ネギマキちゃん、ネギマキちゃん、キラー化粧してるみたい。可愛いですよね。あとレアキラとしては赤アマダイちゃん、若干シャイなんですね。はい、タイの仲間なんですか。アマダイ科ですね。アマダイ科、アマダイちゃんの仲間。こちらが、あの今までで2番目に小さな石垣ゆずるちゃん。かわいい。かわいいですよね。名前はまだないです。まだ名前はないですか。ないんですね。割と新しく来たんで。あと、めいた石垣ゆずちゃんとか、めいた石垣ゆずちゃん。わー、かわいいな、この子も。そして、隣は今、石垣ゆずちゃんがここに3匹あって、魚屋さんと一緒に、はい、あの、菊丸さんに、はい、業種した時に出会ったあのちっちゃな石垣ゆずちゃん。あ、はいはい。そこの3匹のうちどの子だったか、なんとなくどの子ですかね。この子か、この子か、この子か、もしくはこの子。誰でしょう。当てちゃっていいですか。はい、この子です。正解です。なんでわかるんですか。顔を覚えてます。正解、柳さん、すごい。あの船に乗ってた時に、はい、カメラ回したのは自分だったんで、はい、ブイってズームインした時の、このちょっと顔を覚えてます。すごいな、やった。大正解です。すごい。名前はつきました。この子どうしようかなと思って、菊丸さんだったんで菊ちゃんでもいいかなとか。いいですね。はい、じゃあよかったね、当ててもらえてね。やったね。あとこちらがウラクリップポーキュパインフィッシュちゃんがちょっと映りたくて来ましたね。僕を撮って、はい、撮りますよ。多分国内に数匹しかいないんですね、まだ。そうなんですか。はい、非常に珍しいハリセンボンの仲間です。日本にいる。まだ輸入されてるのがまだ国内何匹かしかいないと。あ、おはようございます。おはよう。あの、今日はもういろいろあのさかなクンがフィッシュハウスで、はいはい、あのコミュニケーション、はい、きっと撮られてると思うので、はい、あのちょっとその様子をちょっと見たくて、はい、伺っちゃいました。ありがとうございます。はい、今お腹が減ってればなんですけど、この乾燥のオキアミを、はい、は針金の先にくっつけて。エビちゃんですか。南極オキアミの乾燥したものです。ここにも、はい、わわわ、すごいすごい。おーおーおー、あー、すごいすごいすごい。まだ水槽の中には入ってませんよ。ウロコマツカサちゃんが、いいですね、このコミュニケーション。ギョミニケーション。あ、ギョミニケーション。あ、すいません。猫じゃらしで、あの、戯れてもらうような感じですね。ところが、メガネ持ちのおじさん。いわゆる、ナポレオンフィッシュちゃんです。なんだ、このギョミニケーション。いい世界ですね、この。はい。食べたくてしょうがないよ。なんだこの壁みたいなのがあるの。こういうのはよくなるもんなんですか。なりますね、もう。餌付けとか餌あげてた。そうですね、パッターって感じですね。パッターって入ってると思います。はい、実はですね、はい、献立がこちらなんですけど、これがフィッシュハウスの献立です。大体これが1回分。あ、これが1回分の、はい、これが南極オキアミの冷凍したものの、はい、細かく刻んだもの、はい、これが南極オキアミの
ブロックを一匹一匹ですね、はいはい、でアサリちゃんのミンチとアサリちゃんの殻付き、はい、殻付きはあるお魚が食べます。あるお魚、はいはい、これはイカちゃんの切り身、はい、さらに細かい切り身、細かい切り身、はい、あとこれがあのいわゆるブラインシュリンプの大きくなったものの冷凍したもので、うん、こっちはそのブラインシュリンプのちっちゃい孵化したばかりの子です、はい、早口のちっちゃいお魚が食べます。ああそうなんですか。でここのですね、はい、セミホウボウちゃんは、多分これが一番好きなので、セミホウボウちゃんこれが一番好き、大きい、想像以上に大きいですよね、はい、迫力が、迫力があります。日本近海のセミホウボウちゃん可愛いですね、セミホウボウちゃん、あ可愛いですよね、いいす、あとホグフィッシュちゃんもこれ好きなので、落としとくと歩いてきて、こうちゃんとちゃんとって、あ来た来た、あ食べた、おお可愛い、来ました来ました、あ美味しい、美味しい、小鳥が食べる感じですね、小鳥が口についてこっち側に、可愛い、うん、あのオニオコゼちゃんのニラニラ効かせた感じがまたいいですよね、おい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 、大きいの、あ、おにおこじちゃんが、おにおこじちゃん、迫力、早くの早さだ、なんとも言えないですね、なんとも言えないですね、本当に、あ、タコちゃんだ、マナコちゃん、はい、タコちゃんの人イカを食べるんです、すごいと、え、タコちゃんイカ食べるんですか、タコちゃんイカが好きなんです、タコちゃん、イカちゃんだよ、手で上げてみますか、あ、タコちゃんに上げてみてください、で、ここ出せばいいんですか、あの、ちょっと水に触れてあげて、で、そのまま持っててくださいね、はい、いいんですよ、うわー、来た、イエーイ、あはは、おー来た来た、おーおーおー、タコ粒が持ち上がってる、おーよー、どうでした、あの、吸い付く力が、すごい、すごい、どうでした、結構力強いですよね、これがスキンシップ、いや、いいスキンシップですね、スキンシップですね、いいコミュニケーションだ、コミュニケーション最高ですね、マルシマさんのお味はいかがでした、実はあの中盤って味が分かるんですよ、だから今一瞬でも、あ、うん、塩分が強いなとか、うん、塩分強め、塩分強め、塩分強め、いや、分かんないですけど、かわいいですよね、可愛いんですよ。じゃあ桜川さん、私を食べる光景もぜひとも、はい、美しい感じです。おお、長い、壮大、華やかですよね。結構先生に見えてガツガツ食べますね。はい、本当。はい。おお、食べてくれます。おお。はい。そのようですね。はい。カレーで食べるかも。もう食べ方をぜひ見ていただきたいな。ちょっとぜひご覧いただきたく存じます。よろしいですか？あ、上からですか？はい。お、いいですか？見上げてますか？はい、見上げてます。はい。おお。パコンって言いましたか？え、これ殻ごと食べるんですか？あ、出してる殻。カリカリ聞こえますね。なんかカリカリしてますね。音が。へえ、はい、あさり丸かじりです、丸かじりで、はい、いやちゃんと殻をきれいに、そうなんです、はい、そのまま盛り込められて出すんですね、そうなんですね、面白いずっと見てられる、ねえ、かわいいですよね、はい、あとですね、この中の、はい、私が本当に嬉しいのが、この果樹からヒゲみたいのが出る魚、ツバメコのシロちゃんです、この子ですか、はい、菊丸さんの定置網漁で取れて、はい、なかなか水族館さんでもなかなか姿見ない魚だと思うんですけど、なんかあ顎の方からふわっと広がるものがありますね、これ何ですか、これは胸びれの遊離軟条といいまして、胸びれの下の部分が、あのこう一本一本が分かれてますので、はい、ちょっとアンテナのようなヒゲのような、あ要するにあの食べ物を探すための特別なヒレ、
感覚器官なんですか。そうなんです。おい、すごいすごい。また顔も不思議な顔してますよね。はい、かわいいです。あの食べ方がかわいいので。餌の食べ方ですか。はい、へ、他のお魚と違ってシャリでない。おいしい食べ物です。へぇー、はい、ぜひご覧くださいませ。ツバメちゃん、ツバメちゃん、まだ気づいてます。真ん中の方に来てる。おぉ、あ、来ました。食べました。あ、今食べてます。あ、食べてます。早い早い早い。もう食べてくれた時はもう、お、今食べたよね、食べたよね、食べた食べた、食べてくれた、もう本当感激して、もう嬉しかったですね。ご飯食べてくれないとちょっと心配になりますもんね。そうですね。吉原くん、はい、いいコミュニケーションを見させていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本当は、あの、もしと歯磨きとかでいろいろ面白いことできればよかったんですけど。え、歯磨き。あ、そうですね。あ、じゃあ今度また歯磨き、ね、あの時間があるときぜひよろしくお願いいたします。ぜひ見てください。はい、口ポカーンと開けて可愛いですよ。へぇ、あ、全部開けちゃった。開けてますね。